ちょっと慣れないんで。
ことでも その声を聞いていたい。今はそれだけ。こんな気持ちで一人になったらとても寂しくて、歩き続けてこのまま何も言わずに言葉など今の二人に何になるだろう。別れられずに寄り添う過去二人はふと立ち止まり、熱い口づけを交わす。別れの時が来たって握りしめてるその手は剥がし、たくたまらなく寂しい時も抱きしめ合って求めて、その日求めて。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。